犬演叙はマメ科の落葉鉱木。シノニムは、エムバージェリー、エムフローラバンダ。和名は中国で珍重されていた演叙に似ているが、格下だと表す犬をつけたもの。中国植物名は、朝鮮演叙で、やはり演叙に似た別物と認識されていた。ただし、演叙の語源、故障とされるエニスは、在来種である、犬演叙を指していたと考えられる。学名のアムレンシスは、 本種が見出され、場所であるアムール川流域にちなむ。別名では、カライヌエンジュ、トウイヌエンジュ、ハネミノイヌエンジュ、ハネミイヌエンジュ、ケハネミイヌエンジュなどがある。分布は、アムール川流域、ロシアから中国北東部、朝鮮半島。日本では、北海道、本州、四国、九州の山地や河原などに自生する。落葉紅葉樹。 樹形はまっすぐ垂直には伸びず、完全体がゆらりと曲がったような形になる。葉は長さ20から30センチメートルの奇数上腹葉で左右対称につく小葉は3から6体ある。小葉は長さ4から7センチメートルの卵型で前縁。裏面は褐色の難毛が密に生えている。花期は7から8月頃で紅白色で創上果樹の花を咲かせる。 公園などに植栽されることも多い。切った生木には独特の周期がある。園児との大きな違いは、成木の樹皮で、園児は縦に細かく裂けるが、犬園児は、ひし形やそれがいくつか連なった波形に荒く劣界、する。植栽樹として庭木などに用いられる。日当たりを好む性質から、南から西向きの庭に適している。植栽適期は、12から3月中旬とされる。 アイヌはこの木をチクペニと呼び、墓標に用いた。演寿の名で流通している材木は、実際には、犬演寿である。赤身の濃い新材と単色の演材の取り合わせが、特徴で、美観、強度、耐久性があるが、流通量が限られ、床柱など装飾材に陳徴されるほか、フローリング、家具、その他工芸品や細工物などに用いられる。ありがとうございます。